こんにちは9月に入りキャッシュレス決済業者から多くのキャンペーンが開催されています今回は9月からスタートするメルカリのキャンペーンを2つ紹介したいと思いますメルカリの2つのキャンペーンはこちらのようになります秋の特特出品祭買って売って555億円山キャンペーン詳しくはこちらの動画をご覧くださいこちらがメルカリのキャンペーンを紹介するサイトになりますでは紹介していきます 9月1日から9月30日、総額最大10億円の還元、秋の特特出品祭開催中。キャンペーン期間は2020年の9月1日からあ9月30日ですね。いつもメルカリをご利用いただきありがとうございます。現在メルカリでは総額最大10億円還元、秋の特特出品祭を開催中です。今出品するとダブルでお得。1、3万名に当たる販売手数料が実質無料に、新規で出品して売れた商品の 販売手数料総額分のメルカリポイントが当たる上限3万円となっていますねですので9億円分ですに必ずもらえる1億円分ポイントを山分け新規で出品した商品が売れ D アカウント連携済みのお客様で1億円分の D ポイントを山分けでこれで1億円ですねで合計で10億円付与されるデイポイントは期間用途限定です最新のアプリバージョンにアップデートの上デアカウント連携を行ってください ウェブサイトではデイアカウント連携することはできません。メールカリとデイアカウントの連携はキャンペーン終了までに完了した方が対象ですとなっています。あとこちらにですね、えー、よくある質問というのが出ています。キャンペーン期間は2020年9月1日火曜日の0時から2020年9月30日水曜日の23時59分までサ万マーメンにあたる販売手数料が実質無料に,について、えー、抽選の条件 キャンペーン期間中に下記の条件を満たしている方が抽選の対象ですキャンペーン期間中に新規で出品した商品が売れていることですねすでに出品した商品ではなくて、えー、新規で出品したものに限ります抽選当初正発表ですけれども抽選結果は2020年の11月6日の23時59分までに当選者のみアプリ内画面下のお知らせでご連絡しますとなっています 当選者には対象商品の販売手数料の総額分のメルカルポイントを付与します。ポイント流行期限は2020年の12月31日木曜日の23時59分です。えー、付与されるポイントですけれども最大で3万ポイントですね。ポイント利益は秋の特特出品者3万名にあたる販売手数料が実質無料にと表記されます。対象商品とはキャンペーン会長に新規で出品し売れた商品になります。 あもう一つのキャンペーンですね。えー、必ずもらえる1億円ポイント山分けについて。これは特典の条件ですけれども、キャンペーン期間中に下記の2つの条件を満たしていることですね。えー、キャンペーン間中に新規で出品した商品が売れていること。あとは、あキャンペーン終了までにメール借りとーカリと定額タカの連携を行うことです。特典付与については、2020年11月6日の23時59分までに条件を満たした方に D ポイント期間用途限定を付与しますと。付与されるポイントはお一人様最大200ポイントです。 アプリ内画面者のお知らせでご連絡します。有効期間は火曜日から三ヶ月となっています。あとこちらですね。注意情報が出てます。以上で九月一日から九月三十日に行われる総額最大十億円の還元秋の特特出品祭開催中というキャンペーンについてお伝えしました。次はもう一つのキャンペーンですね。 こちらがもう一つのキャンペーンになります。9月1日から9月30日買って売って555億円山分けキャンペーンになります。キャンペーン期間は2020年の9月1日0時から2010年9月30日水曜日の23時59分まで。いつもメルカリをご利用いただきありがとうございます。現在メルカリではデアアカウントで連携している人みんなで総額5億円を山分けするキャンペーンを実施中です。デアアカウント連携をして購入するだけで購入すればするほどポイントが多くもらえます。 先着55万名様限定。これはあ、キャンペーン期間中に初めてデアカウントを連携すると555円分のデーポイントがもらえます。55万名に達し次第終了となりますので、お早めに連携してください。付与されるデーポイントは期間用途限定となります。ウェブサイトではあ順次対応予定です。えー、先着55万名様にデアカウント連携でポイント555について、特、え、典、ー、付与の条件、えー、キャンペーン期間中に以下の条件を満たした方の先着55万名様が対象です。 デイアカウント連携を完了するキャンペーン期間前にデイアカウント連携済みの場合は対象外ですすでにですね、デイアカウント連携した方は対象外となります連携している人みんなで5億円山分けについて買って4億円について特円付与の条件キャンペーン期間中に以下の条件を満たした方を対象に口数に応じてデーポイントを付与しますデイアカウント連携を完了するデイアカウント連携後キャンペーン期間中に1000円以上の商品を購入する 山分けの詳細、条件を満たした商品の購入数に応じた口数が付与されます。山分けで付与されるポイントは口数に応じて変化しますとなっています。えー、1個購入の場合は1口、2個の場合に2口となっていて、10個の場合16口になっています。山分けのポイントはキャンペーン終了後に決定。お一人様の最大口数は16口ですね。お一人様の最大ポイント数はあ2000ポイントになります。一口の最大ポイント数は200ポイントです。 売って1億円については、秋の特特出費祭のキャンペーンをご,ご確認くださいとなってまして、これはですね、えー、先ほど紹介しましたキャンペーンと被っているところですね。あと、購入についてと、あと、特定付与の詳細。えー、2020年11月6日23時59分までに対象者にデーポイントを付与します。対象者へのみアプリ内画面下のお知らせでご連絡します。付与されるデーポイントは、期間用途限定ポイントです。 有効期間間は曜日かかから3ヶ月ととなっってていいいまますすすあと注意事項がが載っています以上でででしたでしたょうか今回のキャンペーンですけれどもメルカリとデアカウントの霊剣の促進また出品数の増加と商品購入の増加を目的としています。キャッシュレス決済やフリマアプリのライバル会社もいろいろなキャンペーンをしていますのでメルカリも負けられないってところだと思います。 ただ多くの利用者はすでにキャンペーンになるというかキャンペーン疲れにもなったようにも思います。以前 PayPay ペペが行った PayPay100 ペペ億円キャンペーンのようなインパクトのようなものは今はあまりありません。やはりキャンペーン合わせはお金がかかりますしキャンペーンを行う準備なども大変だと思います。ですがまさに今キャッシュレス決済の正念場ですのでやらないわけにはいかないのでしょうね。まあ、 利用する側としてはお得なので歓迎ですけれども、あまりにもキャンペーンが多いと、かえってお金を使いすぎてしまうこともあるので注意が必要です。私は今回のメルカリのキャンペーンは、どちらかというと出費者のメリットが大きいと思いました。また、デイアカウントの連携を初めて行う人にはお得だと思います。私はすでにデイアカウントは連携済みですので、今回のキャンペーンを恩恵を受けるとしたら、何か物を売ったり買ったりするときしかないです。でも今は特に欲しいものがないので、積極的に今回のキャンペーンに参加するつもりはありませんけどね。 あなたは今回のメリカリのキャンペーンに参加したいと思いましたかそれとも思いませんでしたか今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。